はい、皆さんこんにちは、フラワーケースシンです。今日はこのパンパスグラスというこの植物が出始めてきたんで、このパンパスグラスのデザインというよりこの使い方について皆さんに、使い方じゃなくて穂の出し方について皆さんに教えたいと思います。今日の動画はこの穂の出し方に特化していきます。結構みんなこれ下手なんです。なのでぜひここで覚えて使い方をマスターしていってください。ではいきます。出そう、はい、行ってみようなんてかしこまってみましたが、今回は結構地味です。これね、この中にこれ棒じゃないですか。だからね、ほんと知らない人だとこの棒のまま使ってるんです。棒のまま使うデザインももちろんあります。例えば1本だけ棒にしとくっていう、デザインもありますけど、知らないで棒にしてるのはちょっと恥ずかしいので教えます。こっそり教えます。これパンパスグラスって中から種明かしをすれば穂が出てきます。でその穂の出し方ですね、ここね、こう触っていくとこうふかふかしてるんですよ。ここふかふかしてるんです。実際触ってみてください。ここふかふかしてます。でずっとこう触っていくとこの辺もふかふかしてます。でこの辺からちょっとこう硬くなっていきますね。硬くなってくるんです。ただ、うんと触るとふかふかしてます。この辺だとだからこう、うんと硬くなるけどふかふかしてるところは、穂はあまりないけれども少し穂はついてます。ただここまで剥いちゃうと実はこいつ折れちゃうんです。なのでこう触っていってすごくふかふかしてるところって、大体この辺まですごくふかふかしてるんですけど、この辺りまでの穂を出すとちょうどいいんです。だからこう触っていってふか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 、ちょっとふかふか触っていく、ふか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 、ちょっとふかふか、このちょっとふかふかは怪しいんで、このちょっとふかふかやる上、ふかふかでいきましょう。でこのふかふかしてるところにハサミでこう軽くね、バチッと切ったら切れちゃうんで、軽く刃を当ててこれくるくるっとこう回します。そうするとこういうふうにここに切れ込みが入ります。見えますか、見えますか、切れ込み入ってるでしょ。はい、そしたらこれを剥きます。こうやってきれいに取れるんです。そしたらここに、ここの次のところにまた切り込みをこう入れます。これね、めんどくさいからって深く切り込み入れると全部切れちゃうんですよ。だから少しずつやっていきましょう。1本2本はね結構楽しいんですけど、いっぱいやってるとすげえめんどくさくなってくるんで、横着したくなるのは分かりますけど、横着すると絶対こいつ失敗するんで、横着はしないで気長にやりましょう。これは僕も結構気長なの苦手なんですけど、このパンパスだけは気長にやります。でね、出始めのパンパスだから穂があんまりまだ入ってないんですけど、ほら穂が見えてきたの分かりますかね。あと1枚で出ますよ。そしたらここ来たら穂を切っちゃいないんで、こう軽くまたハサミを当てて、ほら出てきたね。はい、出ました。はい、はい、出ました。これがパンパスグラスの穂です。これをこう出してデザインをしていきます。でこの下のこの汚いね、こういうところも少しこう取ります。ちょっといいです。ただこの下のこれも取りすぎると折れちゃうんですよ、これ。なのでもうあんまりこう調子こいて取ってると
短くなっちゃうんで、それに注意して行きましょう。これ次やったら怪しいな。次のやつ剥いたら多分折れます。なのでここでやめにしておきましょう。あ、折れたはい、実践しました。折れました。こういう風に細くしていくとこうやって折れちゃうんですよ、こうやって。だからまあまあまだ長くこう長くいますけど、このぐらい本当はもうちょっと長かったんです。でもう一枚今みたいに剥いちゃうと、もう一段ここで折れちゃうんです。なのでこの折れるのに注意をしてください。はい、これがパンパスグラスの使い方です。でここの茎もね、こう綺麗にして使っていきましょう。はい、これでもうパンパスで恥をかくことはありません。ぜひパンパスを使ったアレンジとか花束を作ってみてください。ではね、また今度はパンパスを使ってデザインとかでお会いしましょうか。はい、では今日はこちらで終了したいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.